うう元通りのわからないな何がうう今何してたんだ探偵ごっこあーデイビッド・マドセンが調べていることは未来を変えないことを何もしないことを選択したんだよなあー写真撮ろういい写真だ撮っておこう何百枚も撮るからなこれからもお前のことを。 <laughs> ああ、青髪だろうとタトゥーがあろうとな。うん。メール来てるあ、すごい。いろいろ来てる。いろいろ来てる。ジュリエットからも。ああ、な、ど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 うした人気者じゃないか。ケイトからもう二度と。メールが来ることもないんだな。ビクトリアからはやっぱメール来てないか。それでいい。その世界線でいい。姉さんとはメアドすら交換しない未来でいい。行こう。コートに。 コートに。マックス、私の部屋にいつ来るか教えて。パーティー。ああパーティーの服のアドバイスしてあげるから。ありがとう。今宿題が大変なんだけど、後で部屋に寄るね。コートに。そうか。ボルテックスクラブのパーティー参加するって返事したもんな。アドバイス。本当に助かる。マジで助かる。怖いよ。 パーティー行くの怖すぎるんですけど、ジュリエット。うん。ジュリエットは校内新聞を書いてる子か。うん。今忙しい。全然暇。キャンピングカーに住んでる、うん。フランクって人のことを知ってるかなと思って。いつも川のところにいるやつ、ドラッグ系のやばい人だって聞いたけど、それぐらいかな。ああ、関わりはないか。校内以外の情報は少ないといいけど、エース記者のジュリエット・ワトソンに隠し事しても無駄よ。 聞いてるすぐ既読無視する、マックスは。それでいい、それでいい。うん、リチャード・マーシュ。ああ。ケイトの、お父さん。あ、すごい長文来てる。来週行われるケイトの葬儀に、ぜひ来ていただきたいと家族一同思っています。もちろん行きますよ。絶対に行くから。ケイトは私たちの天使でした。あなたがお友達でいてくれた幸福に感謝します。マーシュさん、お葬式には必ず出席しますよ、と。うん。パパとは あマックス、妙なメールが来たんだが、おせっかいな娘は他人のことに首を突っ込む前に自分の心配をした方がいい。とは何かのいたずらかいひつうちの番号からだったお父さんのとこにもひつうちの野郎が言ってる姉さんだろう。ごめんなさい。クラスの子が冗談のつもりで送ったの。笑えないな。他人に番号を知られるのもいい気はしない。そうだよね。ごめん。父親として心配なだけさ。今週は大変だっただろう。あと少しだから大丈夫。また家にも電話するね。非通 いたずらじゃないよな。父親の番号すら手に入れている子は。姉さんだろう。もう絶対姉さんだろう。ジャスティン。スケボー少年、ジャスティン。マックス・ワックス。遊びに忙しいぜ。どうした <laughs> フランク・パウワーズ。フランクのこと知ってる薬。それだけ姉さんに来よう。奴なら知ってる。わかった。ありがとね。何が <laughs> まあ姉さんが詳しいよなでもあれ以上情報を聞き出せそうにないはいさあ調べていきますよ、うん、元気なクロエちゃんとおじさんがクロエをどんなに愛してたか言えたらいいのになあでお父さんを作ったらお前がああでもこの未来でよかったよななんか見落としてるようなな何も見落とさないぞ灰皿うんいつものクロエだねえタバコを吸えスパスパ吸えるのも健康だからよまったく 徹夜はコーヒーを飲むいい口実だよねブラック飲めるんだかっけえなーあっちのクロエはな自分から死にたいって思わせちゃったもんなこっちのクロエだったらさ私が死ぬぐらいなら敵みんな殺してやるってその域でいけその域でいこうなはーいどんな名探偵でも手がかり全部は使わないよねうーんドクロ今回はクロエが頑張って働いてんだはいプレスコット家を追求する記事なんて初めておお プレスコット家のパンエステート天国か地獄かああプレスコット家糾弾する記事もあるっちゃあるのかああヘブン・オア・ヘルヘルだろうが悪魔の子を産み落として姉さんともうちょっと話し合えればなあなんかわかる気がしなくもないなあうんまあ座ったとてか働くのボードを見てこれまでに分かった情報を整理しよう分かったああいいボードだねいいねいいねうん 捜査会議、を雑誌。これでこそ黒枝。<laughs> これでこそ黒枝。バッドガールのための銃入門。ほら、入門するな、そんな一問に。他に、うん。この写真を撮ったの、ずっと昔のことみたい。本当だよな。あれから、何度力を使ったんだろう。会長は大丈夫かい留守電を消したぐらいじゃ、警察はごまかせないよね。ああ、プール侵入のことが、今それどころじゃないんだよな。 警察から呼び出しがメールで来るんだ。なるほど。2位か2位同行なら行かなくておじさんよし。ごめんなさい。二度も死ぬことになるなんて。ううん。でもこれでよかったんだ。後悔はするな。悲しいけど後悔はせずに行こうや。よしよしよし。じゃあボードを見てまとめますか。なんか新たな情報分かったかいいいよ。探偵の顔してるよ。うん。 レイチェルとフランクの写真があって。必要な情報が足りてない。なんだやるべきことは三つある。教えてくれ。オッケー。ああ、何のことまず、フランクの手帳の解読。それから、姉さんの電話を手に入れて、ボルテックスクラブのパーティーの日にどこにいたか探る。うん。それから、チャットのログも調べる。うん。でクソ親父から、フランクと姉さんと暗い部屋について聞き出す。 せめて銃があればな。ごめん。またその話銃なんて必要ないよ。クソ親父を殴って巻き戻せば。やっぱ銃入門するべきか。はいはい分かりましたよ。この力は無駄遣いできないの。とにかく慎重に使わないと。あの金だって取っとけ借金返せたのに。クロエ、私たちは泥棒じゃないんだよ。そうだよ。平和に行こう。平和的解決。かってるそれじゃあマックスはガレージを調べてくれ。 私はネットで誰がどこと繋がってるか探ってみる。はい。クソ親父に見つかんなよ。ママに見下り犯突きつけられて根に持ってるだろうから。任せといて。オッケーです。さあ、ガレージに向かっていいかなこんな力、むやみに使うのは。危険すぎる、うん、過去をめちゃくちゃにするのはやめて、うまく現実を乗り切らなきゃ。そうだよね。普通はそうなんだもんね。よし。一個一個の選択をおー<ー>鳥さん。あの小鳥、 ここから出られないんだ。あ、でも出たら死ぬんじゃないかそうだよな。外の世界では鳥がバッタバッタと死んでいますから、この部屋にいた方が安全だと思うけど、どうだろうか。でも、このお家じゃ餌もろくに食べられないかうん、驚かせる。驚かせてみよう。うれ。うん。うん<ー>。なんか意味あんのかなこの選択も。うん。洗面所は特にないか使う。 顔は洗っとこう徹夜で疲れているだろううんああ薬品が並べられてない青い部屋から嬉しいな <laughs> 本当のクロエが戻ってきたんだだなこれが私たちの知る本当のクロエ良いとしましょうよし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  ああ、やっぱ銃を奪っといた方が良かったかいやー、でもな、暴力では何も解決しないよ。と言いつつ、ぶん殴ってやりたいけど見る。中にデイビッドがいるかもしれないし、他を当たろう。そうだな。驚かせる。めちゃくちゃ驚かせるじゃん。窓、開けて外に。いや、この鳥さん死んじゃう気がする。死んじゃう気がするわ。ああごめーん嘘。 に <laughs> 開けずに驚かしたら <laughs> そうだよなえすぐ死んじゃうじゃん鳥って異常気象のせいでなくても鳥はすぐ死んじゃうなえー、でもこの家にしばらくはいたほうがいい置かせてもらいなだって外の鳥さんは死んじゃってんだもんうんそうよしばらくじっとしてなデイビッド・マドセに殺されないようになよしガレージへ行きましょう1階に行きます出会う人を皆救いたいと思うのはわがままでしょうか あ,あ、あ、こんにちは。なんか、悲しそうな目。お前の勝ちだ、マックス。俺の家庭を見事壊したな。満足か。あ待って。そんなつもりじゃなかったんです。本当に。ただ、クロエが傷つくのを見たくなくて。手遅れさ、もう。あいつは、 危なっかしいから気をつけてやってくれ。暗がりには踏み込むなよ。暗室。勝手。壊したかったわけないじゃないですか。あなたが。生徒を尾行するから。あ、メールだ。ウォーレンからメールだ。おいおい、お友達のクロエからメール来たよ。俺にチャンスはないってさ。<laughs> 本当にメールしたんだ。ごめん、ウォーレン。私のファーストキスはクロエのものなのよ。俺は向こうの番号を持ってないからね。でも映画は楽しみにしてるよ。クロエと遊びたいって言うんじゃなければ。それか、三人で行ってもいいぜ。お懐の深いところを見せつけてくる。二人で十分。うーん、ならいいけど、本当は嬉しいくせに行かなきゃ。またね、二人で十分。いや、ウォーレンに気があるのは確かだよな。マックスちゃんもな。この写真見てた。出て行ったのか。んー デイビッドも過保護が行き過ぎて異常行動にいや歪んでるよな、でもなこれを見てる時のデイビッドは私とちっとも違わなかった。うん。寂しそうな目はしてたけど、危なっかしいクロエを危険から守るために、いやぁ。いやーちょうど出て行ってくれたからな、ガレージには行けそう。でも家庭を壊してしまったのは確か。パリ旅行の貯金復活したんだね。うん。 行けるといいね新しい家族ともねスツール座るふうちょっと休憩だこの世界と別世界両方に私がいたでも何が起きたのか全然わからない何であっちではパリピだったんだろうパーリーピーポー苦手なタイプ私は何も変えられないんだって思い知らされる 今私が存在する世界が2つも3つもあるとしたらどれが運命だって言えるの正解を選んだと思ったら誰かを傷つけているんだよな頼みを聞かなかった私を選んでるかなでも聞けるはずないよ別の世界のことを考えると時間を巻き戻す時より頭が痛くなるそうだよな立ち上がろう 後悔がない100%満足する世界が来ないんだとしたら今あるこの現実を何とかかんとか受け止めて生きていくしかないのかもしれないなマックスちゃん。うん、ガレージ早速行っちゃっていいかな行っちゃっていいかななんだミル。見るおばさん、おおすごく怒ってたんだ。私、誰かの役に立ってる ジョイスおばさんに悪いことしたかないやでもでもなんでデイビッドと再婚したんだよ愛し合ってるのかい愛し合ってるかいほれ庭も見ておこうほら鳥さん死んじゃってるもんなうん家の中にいる青い鳥はいか,かわいそうな鳥デイビッドは片付ける余裕もないかないか埋めてあげることもできないかまあまあんま触んない方がいいかもな野生動物はなうん いい未来だと思ったんだけどな。ウィリアムが生きてくれれば、車の運転なんかしなければ。ああ、後悔後悔、後悔するなって言っただろう。入りまーす。ガレージ。よし。デイビッドは出て行ったから、思う存分調べる。あ、う終終わったんだ。新しい手がかりが見つかるかも。ういふんふんふん。車で出て行ったのかなうん、メール。マップ。一つずつ行こう。マップ。 地図ファンエステートの防犯カメラんきっとデイビッドはプレスコット家とも関係が。プレスコット家の弱みを握ろうと動いてはくれていた。はぁ、あ、おえぇ、ー、ンエステートの警備も任されてる会社見る。 署名に協力すればよかったかな。うん、安全とプライバシーなんてもうどこにもないよ。学校の監視カメラ導入はまだ揉めてるんだ。ウェルズ校長、ウェルズ校長。ブラント先生も結構きついな。うん、監視カメラがなくても停職は予測できたはずですよ。幸運を祈ります。停職したのデイビッド・マドセンもあ、生徒が1名亡くなってしまったからうん。ああへえ、こういう人もいるんだ。うん、デイビッド・マドセン。 学校であなたに起きたことはおかしいと思ってるュース通で。この学校は、あなたや軍隊のありがたみが分かってないバカなメトロセクシャルが多すぎる。はあデイビッド・ハー。あなたが警備主任を務めている間は、寮で安心して暮らせたし、あなたが私のことを守ってくれていると安心できました。誰だ匿名のメール早く、ブラックウェルに戻ってきて、またみんなのことを守ってください。私はこの学校が怖いんです。それはデイビッド・マドセンがいるから怖いんじゃないのか違うのかその会話 あぜひ聞きたかったな。ウェルズ校長か。昨日は取り乱して申し訳ありません。きちんとした調査もしないまま、信憑性のない生徒の証言だけでブラックウェルアカデミーでの仕事を失ったことがどうしても腑に落ちず気が立ってしまいました。あ、デイビッドから校長に送ったんだ。しかし、ブラックウェルアカデミーにガンが救っていることは確かです。私がいなければ、ガンは広がり続けるでしょう。腐ったミカンがいますか。それはプレスコット家いや、デイビッド。 守ろうとしていた。でも動きがな。ケイトを追い詰めたりな。あ、定職になったんだ。デイビッド・マドセンは私のせいで家族も職も失ったのか。やけを起こしたりしないだろうな。あの人怖いからな。うーん。うーん。うーん。他にキャビネットは見れない。パソコン、ノートパソコンも持って行っちゃったか。11兆いただけないだろうか。見る。 デイビッドにも人に見せない一面がある。<ん>この手紙、最後まで書けばよかったのに。ジョイスへ君ほど、俺のことを理解してくれている人はいない。うん。俺にとって何よりも優先するべきことは家族を守ることだ。君やクロエを傷つけるようなことは絶対にしないとか言いながらビンタしてたけどね。暴力は許せませんよ。監視カメラを設置したり、君たちを信用しなかったりしたことは確かに一線を超えた許されない行為だった。そのことについては反省してるし、自分を恥じてる。だが アルカディアベイで起きている異常事態の全てを君に話していないことも確かだ。君は俺の妻であり、人生の相棒でもある。君との間に秘密はあるべきじゃない。全てを話したかったが、その前に証拠を揃えたかったんだ。それなのに、勤務中に生徒が自殺した。君は俺を追い出した。そして、義理の娘は俺を憎んでいる。どうか俺に、ああ、ここで止まってんだ。重要なことが重要なことを書く前に筆を折ってしまったの。ええー 証拠を揃えたかった。いやでも確かに一線は超えてるからな。クロエに嫌われてるのは自分の落ち度でしかないもんな。あー、手紙これジョイスに渡してあげるうん、扇風機、扇風機、段ボール箱を見る。悲しいな。また、おじさんに会えて嬉しかったウィリアムの思い出で。今のクロエも会えたらいいのに。ねえ、一緒に。時を駆け巡りたいよ、見る。嘘でしょ 結婚式の思い出も片付けてる。いやあ、あの一件で離婚ですか。離婚を、あうー、まあ、背中を押してしまったんで、いずれこうなったんじゃないもうしょうがない、しょうがない、ガンラック。ヘイヘイ、ガンラック。クロエがもう一つ盗んだか、デイビッドが持ち歩いてるか。デイビッド持ち歩いてるな、二丁なくなってますもんね。くぅ、じゃあ私も一丁ってならない見る。デイビッドは、姉さんを何かで助けたん 姉さんの父親はどう関わってるのええー、マドセン様姉さんを助けていただきありがとうございます感謝しますええー、おーお父さんじゃ姉さんのお父さんから感謝状来てるじゃん使われてるわあ、腐ったみかんはやっぱり姉さんでさあねあの学校違うんですか姉さんも プレスコット家の鎖から外そうとしてあげてんのかいや、手くん、手くんでんのかんマジでデイビッド・マロセの真意さえわかれば、問題は解決しそうじゃないかこのチラシは、はい。デイビッドも、こんなパーティーに行くのかなボルテックスクラブ。いや、このパーティーに潜入したら大きく、未来は変わるぞ。行ってみるしかないな、これはな。はい。車がなくなって で食料並べられてますと何か調べられること増えてんのかなんーうーんうんガレージ立派なお家だおろっか何勤錠かかってるぜすごい頑丈そうな錠前デイビッド一体何を隠してるの使う外せないうーつっつあうお待って 前回ガライジージ侵入した時見たな。これ、ないないじゃなかった。ないないだとか言ってそえいイええ絶対何かの番号だと思った。記憶で言っちゃったぜ。調べずともな。シャ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 。覚えておくもんだな。ナイスだ、マックス。ハイタッチ。えーっと、地図、うん、メモ、位置情報に、ケイとネイさんの写真。やった。やったうおー ーううえすげえいいどけいど重要な書類がおおうーい,いこの角度で写真撮れたいたのかデイビッド助けもせずウォーレンぶん殴ってるとこだこれパクってウォーレンにあげよう部屋に飾りなーっつって大収穫クロエのとこに戻ろううん、これぐらいでよかったんだなこのドアは開けれる開けようよしショートカット カティングして2階に挑んだクロエを呼ぶいや呼ぶんだおい降りてこいよねえまだ寮に戻らなきゃ収穫はバッチリ秘密のファイルを発見したのう<い>ケイトとネイさんとレイチェルのあんな大事なファイルあと場所を示す座標もあったデイビッドは本気で何か調べてるみたい見つかるとやばいから早く行こう よし次はネイさんの部屋だなああ慎重に行動しないとよし次はネイさんに目に物見せてやるわよーしありがとねこんな大事なファイル置いていったんだ家に置いたまま出ていったこれもマックスに見せるためにわざと置いていったとかそこまで狡猾じゃないかおっ先生が話している 男子寮の前でここだけ切り取ればなあいい学校生活なんだけどなあ穏やかで次の目標は姉さんの携帯を見るだっけ難しそうだな盗み見れるかなん<ー>うーんうん先生たちもこの校庭に中庭に集まってくるんだお,おっとマックスじゃないかいやジェファソン先生 こんにちはえっと彼女は友達のクロエどうも <laughs> よろしくこんないけてる子がうちの生徒じゃねえいやらしい目で見てない,い,ろいろてこの先生詳しいことは校長が知ってるから大学になった友達なるほど。入れていいのマックス大丈夫かいいろいろあったのでそのなんだか落ち着かなくて人間生きていればいろいろあるものさそれにしてもイベントが多すぎです 僕もそろそろイベントの準備をしないとインゴ今夜のパーティーで日常ヒーローコンテストの優勝者を発表する君たちも来るねマックスにも応募してもらいたかったが仕方ないああ<ー>無理強いはできないか写真結局提出してないんだちょっと後悔してますでも写真に集中できなくて言い訳ですけど君は友達思いの優しい生徒だそれにこれからチャンスはいくらでもある 今後は積極的に作品を発表することわかりましたパーティーには必ず行きます行くな私が引っ張って行きますよ先生と踊りたいしおダンスは勘弁してくれおいぼれに恥をかかせる気かいジェファーソン教師の面目は保たせてくれよそれじゃハンパクだしな女子生徒から人気がありそうだなおおいいと何考えてあたしとのチュー忘れたの今夜の作戦だよえ,え もう。なんだよ、や気持ち悪なって。もう引っぱたいてやるいい加減にしてよね。はいはい。ちょっと、ジャスティンに挨拶してくれ。久しぶりだし。うん。いってらっしゃい。スケボー仲間か。うん。あいつ部外者だよな、この寮。あ、話してるわメイさんがどこにいるか調べなきゃ。そうだな。あ、うん、そうだね。見る。男子寮。 この間のウェルズ校長、すごい酔ってたな。酔っ払いが。ああ、ボルテックスクラブのパーティー行くね、行くね、参加するよね。他に話せますかいじめっことは話せない。誰かと話して姉さんの居所を聞くんだな。あ、ダニエルは知らんであろう。どうした一人で。ダニエル、元気ない。どうしたのかな。ヘイ、ダニエル。エル悩み事かいなんか元気ないね。大丈夫絵描いてないの <laughs> 僕は写真の才能が根本的に欠けてるみたいだアーティスト落第だよあでも絵の才能があるじゃないね大いや絵の才能はこの学校で誰よりもあるわよアーティストと言っても色々あるでしょ写真家だけじゃないそうよそうよ私を描いてくれたスケッチすごくいいもんまた描いてよそっちの才能あるよ絶対 <laughs> 少し希望が湧いてきたよマックスは いい人だ、ね、まあなうん姉さんのああパーティーああ姉さんのこと聞いとくところで姉さんを見なかったあ,あとうとう定額食らったんだってねえやっとだぜああでも校内にはいるはずなんだなんかすごい怒りながら外に出て行ったよついさっきうんーパーティーあパーティー行くかは聞いとこ一緒に踊らない今夜の世界の終わりパーティーには行くどうせ歓迎されないよ ダンスよりロッカーに詰め込まれる方が得意だしそんなこと言うなよ行こうよ行かないや行こういやあなたが傷つくか無理に誘ってもなあ私も踊れるわけじゃないしなあでも楽しいかもよだからこそ行く意味があるんだよ<う>ケイトのためにもいじめグループに立ち向かわなきゃそう思ってるのは一人じゃないいいけど絶対ついてきてくれよかわいいくそ僕がパーティーに行くなんてそれこそ世も末だ あのさやっぱ行く代わりにいややっぱり行くよ <laughs> あーこのパーティーに誘ったことも未来を変えるかいやええー、確かにいじられそうかパーティーに行ってもケイトのこと聞いとこケイトのことについて誰かと話した僕は自分から人に話しかけないから <laughs> でも一度ブルックとその話になったことはあるケイトのことを随分気にしてたわかるよ 怒りすら湧いてくる授業をボイコットして抗議するべきかなでもこの学校じゃ無理いや僕ならダニエルもかっこいいとこあるじゃない,いやん人たらしいいはスケッチブックの中限定だけどねじゃあまたね元気出してよし姉さんは校内にいないクロエのとこにこダニエルをパーティーに誘ってしまったこれが私の選択だうんあ危ないわねうまいじゃないクロエ 見るジャスティンと仲いいねうん,なんか同じ属性だもんなそれどころいや邪魔しちゃう悪いか待っていろいろ見てからああお供え手合わせとこううんお花ひまわりが好きだったのかしら、はあケイトケイティボードをメルズ校長のお金をクロエに盗ませなくてよかったよあやっぱよかったんだ ビルディングなんか建てるって書いてあるのかな英語が英語が多いわちょっと待ってドローンが飛んでんの気にな,るな1個1個んな一個一個うん今日だけで鳥たちの死体の山がいくつできたかああ先生たちが話している<あ>異常気象ね異常気象の話してるそてこんなのグラント先生熱心に話を聞いてるちょっとお話いいですかグラント先生あら噂をすればなんとやらね噂されてた学校から監視カメラを追い出せたのはあなたたち生徒のおかげよ グラント先生が署名活動を始めてくれたからですよ。えー、えー、異常気象のこと聞いとく最近不思議な現象が続いてますけど、先生なら原因わかりますか科学の先生なら。それがわかるぐらいなら、今頃ノーベル科学賞を取ってるわ。うん、あの日食についてさえ、まだ考えがまとまらないの。まして、雪やクジラは。国の偉い人も解明できてないの科学を超越してる科学的説明、<ー>超越してますよ 科学を超越してるのでは私時間巻き戻すしいい私たちの知識が足りないだけのことは<わ>理由がわからないからといって現実は変わりはしません世界ってそんなに確かなものでしょうかなんだか目の前で変わっていこうとしてるみたいサミュエルと同じことを言うのねうんあなたが来る前ちょうどその話をしていたのこの星は変わっていくでもそれは神秘じゃない自然現象よ うん、動物の死骸に何かの予言予言しておくかってこと竜巻来ちゃうぞいやーでも死骸についても気になるなここの動物たちがどんどん死んでいるのも海岸線は後退しているし海には汚染物質が毎日流れ込んでる野生動物が死ぬ原因としては十分ようん他に思い当たることでも うんタイムえー、タイムトラえタイムトラベルのことを話すトーテムポールトーテムポールの話は今よくないワームホールやカオス理論やタイムトラベルとかアルカディアベイにあるのはミミズの穴ぐらいよカオス理論はまあ置いといてもしタイムトラベルができるなら私も体験したいわやり直したい過去でもい過去を変えたいと思いますかうんブラッドベリーの 雷のような音を読んだことはあるな,ないネタバレはよすけど恐竜や蝶が出てくる話よいい先生ではな時間は糸のようなものむやみに触れたらすべてがほどけてしまう,うこんな先生と有意義な会話できる生徒いますかすごいなブラッド・ペリーぜひ読んでみますケイトのこと聞いとく先に監視カメラでケイトを救えたとは思えません、うん、マックスかわいそうに大変だったわね ケイトは誰よりも心優しい子だったのにそうですよねどうしてあんなことにあなたもカウンセラーとお話しするああ大丈夫ですケアが必要なのは学校皮肉聞いてていいじゃんケアが必要なのはこの学校の方ですい <Yeah. S 3> 何かとても良くないことが起こってるんです気づいてますよね今週は確かに色々あったでも私も他の先生たちも いじめを撲滅するまで諦めないわケイトはボルテックスクラブのパーティーで薬を盛られその上動画の件でいじめられたんです手に負えませんよまずボルテックスクラブは活動停止それがいいのかなそしてあのパーティーは延期するべきねケイトの事件の後で無神経にも程があるでしょう まあ、あ一つ一つ潰してってもな、新たな悪が生まれていくんだろうな。名前変えてパーティー開催とかさ、プレスコット家、校長先生。うーん、プレスコット家、校長先生。いや、校長どう思いますなんで校長先生は止めないんですか止めれないのか正直言って、何が起きようとどうでもいいって思ってるみたいで。レイモンのウェルズ校長は、この学校を経営危機から救った人ですよ。ほう。 人のことをすぐ決めつけるのは賢明じゃないわすいませんそれはプレスコット家からの支援でただこの学校が来る前に想像してたのとは随分違うので言いたいことはわかるわでもあなたやウォーレンが才能を伸ばせる場所にしたい社に構えた若者も多いけどあなたの将来は楽しみにしてるからうん姉さんのこと聞いとくか姉さんを探してるんですが見かけませんでしたか 授業には出てないわね定学中だしあなた達た友達だったのまさか友達なわけないじゃないですかあんな嫌味な野郎目ドも知りませんよ先生なら知ってるかとうーんうーんまさかあんなクズ <laughs> すみませんそれくらいで怒らないわあなたでも悪態はつくのねえっと姉さんは見かけてないんですね言わないでおこうかと思ったけど 姉さんなら郊外に飛び出していったわよいろいろあった後だし会わない方が良さそうだけどあなたはとても賢明な子だからあとは分かるわねすみません先生私もう行かなきゃ失礼しますまたいつでも話しに来なさいありがとう科学者としてはカウンセーラーと話すよりなよ先生と話した方が有意義ではありそうサミエルともお話ししていいかな <laughs> サミエルが独りぼっちじゃないのなんか嬉しい大丈夫かいマックス 大変だったよねいろいろ、うん、まあ何とかやってますサミエルは悲しいし困惑しているよこの町のみんなと同じく 君もも解けない謎のの山山を抱えてるのかもう山盛りですチョモランマどうしましょうねああ周囲の人間のこと動物たちのことうーん異常現象のことについてサミュエルとは話せるのかなアルカディアベイのこと動物たちのことアルカディアベイの動物たちに何か異変が起きてるみたいですよね<え>気に死んじゃうのかわいそうに何が原因にしろ動物たちにはなすすべもないんだ全て人間という存在が悪いんですよね 絶滅しましょうか鳥の大漁師えークジラクジラよクジラ打ち上げられたクジラたちどうしてああなっちゃったのかな父が漁師でね、うん、一緒に海に出るとクジラの歌が聞こえたものだあらでも今は泣き声が聞こえるあっすポエマー何かの環境災害私も泣きたい私も泣きたい私もよく泣きたくなります自分が無力すぎていやいや 君は無力なんかじゃないよマックスえー、本当に君とアルカディアベイは時と潮で結ばれているあ,あ次は僕から君に答えを求めに行こうあなんか深すぎて深すぎてもうからんていろんな動物のこと聞けるのいいなリスだけはまだ元気に走り回ってるみたいですねうん確かにうんでもリスまでどうかなったら サミエルがいれば大丈夫ですよ餌を食べる時だけは平和なのさ <laughs> 実によく食べるよ <laughs> そういえばそろそろ餌をやる時間だったあらあリスほんと元気だなうんこの小動物 リスまで死んじゃったらサミュエル暴走しないか。話終わっちゃった。これ写真撮れんじゃないシャッターチャンスじゃないあ、違うんだ。かわいい。お、一匹じゃ撮らないよって、そんな安いカメラじゃないよって。リス二匹ぐらい来んのかなあ、餌を負けるんだ。サミュエルのお菓子を勝手にドン。おいで。こっちにおいで。投げた。 こっちにおいでほら、リス、こっちにおいでって。あっ、ちょっとずつ、ち,ちょっとずつさ、来あた、来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 た、いっぱい食べてる、写真。これはいい、シャッターチャンスだ。人慣れしてるね。うん。サミュエルのおかげで写真撮れた。まだ話せるかな、サミュエルとな。3人で三角形で話そうとはならないんだね。一人一人と、ゆっくり話させてもらいましょうよ。お邪魔だったらすみません、サミュエル。 ちっとも邪魔ではないようういや動物たちのこと鳥のことまだ聞けてないか鳥の大量死鳥がたくさん死んでいますよねもう何羽も埋めてやったよ、うん、トバンガの根元にああトバンガトバンガあれ怖いよなそんなことしていいんですか鳥たちの魂が旅立てばわかるだろう証明にはならないが何かの予兆としか思えないそれが宿命なら どううしようもないさ怒りうる未来をサミエルはやり直そうとか考えないのかうーんアルカディアベイアルカディアベイに何が起きているのかわからないことばかりなんですその答えを求める姿勢グラント先生が君を気に入るのも納得だよ考えを放棄しちゃ終わりだもんなレイチェルボルテックスクラブ日食のことについて私科学の才能がないからどうしてあの日食が起きたのかわからないんですさっきグラント先生にも言ったけど 科学で説明できないものはある超越ですか先生の気を悪くするつもりはないんだけどでもこれはほんの始まりだよ世界の終わりの始まりなぜそう思うんですか始まりってなぜそう思うんですか教えてくれませんかただ目を開ければいいそうすれば日差しが見えるはずだ科学的すぎるあらかじめ大きな何かが近づいてくるマックス 嫌な予感がするんだそれは同感ですう、えーんボルテックスクラブ科学は得意じゃないけどボルテックスクラブよりはマシですああレイチェルもあのクラブの闇に気づいていたうんすぐにみんな気づきますボルテックスに飲み込まれてはいけないよマックス抜け出すんだ時が味方についているうちにおおな神父様に見えてきたなサミュエルのことがレイチェル・アンバーが全ての鍵を握ってる気がして見つけなきゃ 見つかることを望んでいないかもうん生きてる生きてはいますよね生きてると思いますか彼女は僕たちの心に生き続けるそれだけでも十分なんだよえもう諦めてる<も>生存マックス信じた道を進むんだはあそうすれば君の探しているものは見つかるだろうレイチェルも待っているよええ待っているよえちょっと謎は増えていく一方です 僕でよければ相談に乗りサミエルと話すとなんか考えがまとまる気がするな迷える子羊をお導きくださいうーん姉さん姉さんを見かけませんでしたかあの野郎いやそもそも彼は定学中だしね私がやってやりましたあまり残念当然な向きですあまり残念そうじゃないですねあまり残念そうじゃないですねお祝いですか彼は周りを傷つけるからね当然さ、うん、どういうことですか君の目的は見当がつく だが役に立つようなことは知らないんだお察しもいい力になれずにすまないとんでもないですあーキートそのケイトがいなくなってから学校が悲しみ一色の気がしてああブラックウェルは変わってしまっただがみんなが顔を背けた時も君だけは手を差し伸べたケイトはいじめられていていやーこれ飛び降りちゃうのも運命だったんでしょうか 私が何をしたとかじゃなくその人間の運命は一人一人決まっているのかも思うに人はそうして無数の運命を生きるんだろう、うん、ケイトの信仰とは違うかもしれないがそれもまた運命だ私もそう思う君は本当にケイトのことを思ってるんだねマックスのような子が もっといればよかったのにでさあね運命って言葉で片づけるにしては簡単すぎるけれどもまあそうやって心に収めて進んでいくしかないもんなデイビッド・マドセンデイビッド・マドセンと話したことはあいつもと職緒なったすんだ僕は聞くだけ、はあ、デイビッドらしいね <laughs>、はあ、彼は物は見えても人が見えないのさ、うん、でも君のことは例外かもしれないほうどうして嫌だなどうしてどうしてそう思うんです 彼も君もカメラを通して世界を見るからうーん一番物事が見えてるのはサミエルかも確かにい,いや僕はただ物事を違う角度で見てるだけすみません私もう行かなきゃ <laughs> 急に話切り上げるじゃん話せることはだいぶ話したかないやそう確かになカメラを通して見てるな奴は監視カメラだがふーんリスさんまだいる <laughs> お腹いっぱい食べてね長生きするんだぞリス達を確かにリスの死骸は見てないねうんうんうんあお墓があるわちょっと待ってドロー娘と話す前にこれがあーお墓だあれ近づける手は合わせておこうかサミュエルがうん作ったお墓だね後世のために1枚うい,いい写真 サミュエルに石のことを聞けてよかった。鳥さん、どうか安らかに。時を戻しては後悔し、石を積んでは崩される。ここは地獄ですかサイの瓦ですか謎を解くためにもなあ、いろんな人と話をしていこうや。謎を解くっていうか、何が謎なのかもわかんなくなってきたぞ。猿の惑星なら私も行きたかったのに。ああバレてんだ。<laughs> ウォーレンと猿の惑星を見に行くのはこの私を残念だったわね。うん、見よう。 私がウォーレンと映画に行くの嫌なんだろうな口に出ちゃってるな恋敵まあ次の相手を見つけることなブルッ調子はどうケイトのこともあったしあまり元気とは言えないマックスは大丈夫あ喋ってはくれるんだうーん姉さんうーんクジラ変な日食とか打ち上げられたクジラとかもう頭がごちゃごちゃしてきたんだ ブルックなら何か知ってるかな。頭いいもんなちょうど週末にウォーレンと二人で仮説を立ててみる予定何この女ちょっとウォーレンってわざわざ名前出したの誘われたのあんた誘われたのウォレンに誘われたのまあオタク同士の絆ってとこ私もウォーレンもまだうまい説明を思いつかないんだけどね絆この異常現象絆だとまあそんな話し合いより猿の惑星見に行った方が有意義だと思うけどねふん ネイさんを探してるんだけどみんながたけだけど仲はいいんだなこの二人一緒に映画とか行く仲なんでしょ <laughs> ギスギスし始めためいいねいいねとにかくネイさんは定額になったとはいえまだキャンパスにいると思うんだけど何ウォーレンじゃ不足なの嫌 <laughs> <や>な女 <laughs> ネイさんならさっきすごい剣幕で郊外に出てったよじゃデート頑張ってね いやーもっと素直になんないとブルック好きなら好きって言わないと探り合いじゃ恋愛は発展しないわマックスはウォーレンとどういう関係ってちゃんと聞きなさいよドローンをもう一回飛ばさせてこんな時気晴らしにドローンを飛ばせたらいいなグラント先生はやっと諦めて許可をくれたよああでもウォーレンと映画に行くならドローンなんかで遊ぶ暇ないよ <laughs> めちゃくちゃ行ってくんじゃん私がウォーレンと映画を見に行くならドローンは貸さないってこと言ってやんな鋭いねマックス じゃあ悪いけど私ドローンの調整するからああ貸してくれないんだ恋敵にはドローンをまあそうだよな私がウォーレンと映画に行くの嫌なんだろうなもっと話そうやじゃあね <laughs> そっけない <laughs> いいねもっとバチバチに揉めようあとはクロエと話してなかったなジャスティンジャスティンとも話せるのかクロエのこと好きなのバレバレだああデレデレしてる本当だこのヒゲズラ <laughs> いいねもっと恋愛模様が見たいお姉さんはこの青春のさクジラの打ち上げとかあの鳥の大群とか考えずにもっと青春を感じようぜはい邪魔するぜうん任務完了ごめんなジャスティンここにクロエと一緒に通えたら最高なのにジェファソン先生かっこいいしもうやめてもうクロエのバカほら早く行くよ 寮に入りますか男子寮。姉さんの部屋に行って、スマホを盗み見る。めんどくさい彼女のように。